冷やすだけですか。水がいっぱい入ってくるので冷たそうそうですよね。でさらに言えばあのブカブカっていうことは動きづらいでもあるんですよ。で、あの先のあの大川さんの話でキツキツの方もそうなんですけれども、あの、まあ、きついっていうことはあのやっぱ動きづらいっていうのもありますんで、やっぱあの自分の体に適したウェットスーツっていうのを使うのが一番好ましいんですよ。なんでね、あのなるべくレンタルのものを借りるよりも、自分のものを購入してもらった方がよろしいのかなと思います。でね、あの自分のものを買ってね、三雲本っていう先ほど話したところなんですけれども、潜ってもらってやっぱウミガメとか、近くに来たりするんですよ。でゆったり泳いでて、触れられるかもしれないですよ。触れたりするかもしれないですけども、そこは、やっぱ触らないように、やっぱ海洋生物っていうのは、守らなきゃいけないものなんで、やっぱ触れたりね、あのぶつかったりはなかなかしないようにやっていきましょう。